亜細亜大学背番号32。試合はこれから2回の裏に入ってまいります。 4.5 リードしている東京ガスの攻撃であります。さて NTT 西日本でありますが、ピッチャーが2人目にすでに変わっています。岩見をマウンドに送ってまいりました橋本監督であります。岩見勇気も実は補強選手なんですね。大阪ガスから補強されました24歳のピッチャーであります。ですから大事な第一戦になんと橋本監督は補強選手を2人持ってきましたね。この回の先頭バッターは水島。あとはNTT 西日本としては本当に出てくるピッチャーがもう0点に抑えると、そういったあの継投していかなくちゃどうしようもありませんね。そうですね、もう先にこれから先にですね、特別に点を取られるとですね、はい、本当にもう流れが行きっぱなしというような形になってしまうと思うので、本当ですね、はい、ここはもう踏ん張ってなんとか自チームがですね、1点返すまで0点で抑えていきたいですね。追加得点を与えるわけにはいきません。ちょっと変わったモーションなんですけども、まずこの回先頭バッターを三振に来て取りました。ワンアウトランナーがありません。最後の腕の振りが何とも言えないね。そうですね、小気味にピッチングしますね、はい、さあしかし東京ガス2回の攻撃で早くも先頭バッターに打順が戻っています。今日の浜田最初のバッターボックスいきなりデッドボールでしたからね。ここから4点につながっていったわけですね、はい、浜田は予選ではトップバッターとして今一つの成績でした。さあこれはいい当たりだ、センターに飛んでいった。しかしセンターほとんど正面でした。バックしてこのボールを掴んでいます。この回は2アウトランナーがありません。浜田の復調が大きな鍵になると、こういうふうに口監督言っておりました。今の当たりなんか見てますと、もう浜田調子がいいみたいですね。そうですね、今日はですね、ボール減点じゃないですか、はい、ツーアウトランナーがありません。バッターが岡澤。最初のバッターボックスはこの岡澤、今送りバントしたんですけどもね、無理してキャッチャーがセカンドに投げてオールセーフになりました。大きかったですね、でどんどんチャンスが広がってとうとう4点に結びついています。東京ガスであります。2回の裏は2アウトランナーがありません。2番手のピッチャーとしてこれも補強選手岩見がマウンドに上がっています。熊本工業から亜細亜大学大阪ガスの選手であります。さあこれはどうでしょう、ちょっと詰まっていますがショートが追いついています。ショートフライで2回の裏東京ガスは三者凡退、得点なく終わっています。それではここでマスコットをご紹介する時間でございまして、まずNTT 西日本ちょっと戦況は不利になってまいりましたが、マスコットをご紹介することにいたしましょう。大阪市代表 NTT 西日本マスコットの毛利愛と申します。所属は広島営業部代理店営業部門です。日頃の営業活動でも培いました持ち味の笑顔で選手を精一杯バックアップしていきたいと思います。目指すは頂点ただ一つ、皆さんの応援が選手の力になります。私も一生懸命応援しますので、皆さんも選手への熱い応援ぜひよろしくお願いします。3回の表
マスコットも大変だと思いますけども、昔から遠足や旅行は必ず快晴だったんですね。で、抽選の当選確率も高くて自称ラッキーガールですと、こういうふうに言ってますんで、一つマスコットからなんとかラッキーな局面に持っていってもらいたいと、こういった NTT 西日本であります。試合は3回に入ってまいります。とにかく本当に1点でも2点でもいいから早めに何とか点を取りたいですね。しかしこの回の先頭バッター内野ゴロであります。北崎2球目を打ってファーストゴロに終わりました。ワンアウトランナーがありません。打順が1番に戻ってまいります。さあ何と言っても今大会注目のピッチャーの一人、榎木田大輝。第80回大会、去年は若獅子賞、ベスト8進出の大きな戦力になっています榎木田です。どう攻略していったらいいんでしょうか、辻原さん。ですね、一番言えるのはやっぱりストライクを確実に打っていくということですね。ボールに手を出さないということ、はい、それから右バッターに対してはやっぱり外が多いですから、その外のまっすぐシュート系のボールを、センター中心にきちっと返していくというのが大事ですね、はい、で左はやっぱり変化球、外に流れていくボールをですね、はい、腰を開かないようにボールストライクの見極めは大事なんですけど、腰を開かないようにセンター側から、レフト方向、両方、右バッターも左バッターも逆方向のイメージっていうのを一つ大事に打っていってもらいたいなと思いますね。お、これは珍しいですね。先頭バッターの梅津に対してストレートのフォアボールですよ。ピッチャーというか、はい、リズムよく投げて自分で投げてるのにボールってフォアボール出すことありますから ね、 こういうちょっとしたところをですね、はい、うまく、攻撃としてはついていきたいっていうのがあると思うんですよね。今のピッチング見てると連打が出るっていうような雰囲気のピッチングじゃありませんので。そうです、そうです。やっぱりこういうランナーは大事にしたいですよね。ワンアウトランナーが一塁であります。バッターが2番、はい、今日はガウトマンヒット打ってますよ ね、はい、ますよね。ここはなんとか繋いでもらいたいなというふうに思っていると思いますね。ここまで NTT 西日本はこの榎木田から2本のヒットを打っています。あとは吉岡ですね。おー、これもいい当たりだ。セカンドの頭上、さあ一塁ランナーは三塁に、おっと、そして打ったバッターが今セカンドに出しました。ワンアウトランナーが二塁三塁と、あっという間にチャンスを迎えました。合ってますね、タイミング合ってるのもありますし、走塁もやっぱりなんていうんでしょう、あれ高いボールずっとサード投げちゃいましたからね、見た瞬間にも走ってますので好走塁ですよね。なるほど。しかし一人バッターなんですけども、タイミング合ってますねピッチャーに。そうですね、先ほどもライド前もちょっと外の変化球をうまくヘッド返して打ってますので、はい、コースは甘いとはいえ見事なバッティングです。さあこれでワンアウトランナーが二塁三塁、長松がライト前のヒットと、それから三塁への送球の間に二塁と、はい、こういうことになりました、はい、ランナーが三塁にいます。バッターボックスには森が登場してまいりました。セカンドの森、最初のバッターボックスは三振に終わっています。2回目のバッターボックス、本当に野球というのは分かりませんね。あっという間に今度はピンチを背負ってしまったピッチャーの榎木田。カウントはこれでワンエンドワン。ああ、一塁側のベンチもですね、なんとなく明るい雰囲気になってきました。いや、本当にもう手と手と思ったんでしょうね。はい、投球間隔が長くなりましたね。なんかですね、やっぱ自分でこう崩しているところがありますので、知らず知らずのうちにやっぱこう長くなっちゃうとね。なるほど。さあカウントワンエンドワン、
外野フライでももちろん1点が入ります。これも外角外れました。ワンストライクツーボールであります。得点は4対0。1回の裏効果的な4点が入った東京ガス。しかし3回の表、今度は大阪がチャンスを迎えています。カウント1エンド2、バッターが森、これはどうか、左に切れてファウルです。まあ、こういうピッチャーにもああいうふうに引っ掛けるようなバッティングはなるべくしない方がいいと思うんですよね。あーはー、今のも下手をするとバックホームでね、そうですね、アウトになるようなケースですもんね。カウントは2エンド2、補強選手です。25歳、近畿大学の出身です。右に持っていきました。どうでしょう、これはスタンドに入りました。ファウル、まあとにかくあの橋本監督は先発ピッチャーにも補強選手を持ってまいりました。2番手も補強選手であります。そして今バッターボックスの森も、これも補強選手であります。パナソニックがとにかくあの予選でね姿を消してしまいました、はい、パナソニックからの補強選手森、カウント2エンド2、これはどうか、三塁取った、一塁に送ります。一塁はアウト、三塁ランナーホームインであります。まあとにかく早い回、3回に1点が入りました。そうですね、あの、まあ、どんな形であれやっぱり1点取ったっていうのはですね、このゲームの中では流れとしては大きいんだと思いますね、はい、梅津が3塁からホームに入ってまいりました。まああの三塁手としてもここはアウトカウントを稼ごうと、体勢がですね、マウンドの体勢が、あの、まあ、三振か内野フライ以外は点が入るような形になってますね。そうでしたよね、はい、これで2アウトではありますが、なおランナーが3塁であります。このバッターがこの試合大きいですよね、高畑ね、はいはい、DH で起用されております。2球目はボールでした。三塁にランナーがいます。できたらこの三塁ランナーを返しておきたい大阪の攻撃であります。アウト、これはいい当たりだ、どうやら右中間を破った、破りました、ランナーは一塁に止まりました。三塁から一人ホームイン、さあ2点が入りました。4対2、本当に野球というのはどうなるか分かりません。今のも変化球ですね。そうですね、はい、まあ、ちょっと高め真ん中にスーッと入ってきたところ、まあ、うまく引っ掛けずにですね、センターを打ち返しましたね、はい、いや、はいはい、はい、橋本監督なんですが、チーム昨年と比べてもやはりメンタル面の強化、これが大きいんですよねというふうな話をしていたんですね。最後に同点に追いつくのが精一杯だった去年のチームが、今年は追いついても追いつけて勝ち切れるようになったと話していました。まだまだここからといった感じですね。なるほど、強気な監督なんですね。監督就任4年目であります。中京商業とアジア大学で、中京商業時代には春に、甲子園にも出場の経験があります。とにかく都市対抗はですね、 NTT 東海、 NTT 西日本、名古屋野球クラブと10年連続都市対抗出場と、野球選手としては鳴らしてるんですよね、都市対抗で。そうですね、はい、さあこれはいい当たりですが、ショート正面でした。ゆっくりと一塁に送りました。しかし3回の表、 NTT 西日本は2点を入れておりまして4対2。
2点差になりますとこれちょっと藤原さん分からないんじゃないですか。そうですね、大きいですよね、この2点は。大きいですよね。